山佐のさっちゃんお料理コーナー始まるよ。今月はお弁当作り応援特集。今回はちくわを使ってちくわの和え物を2種類紹介するよ。その1、ちくわの海苔の佃煮和え。まずちくわは斜めに切ります。クリームチーズはお好みの大きさに切ります。次にボウルにちくわ、クリームチーズ、海苔の佃煮を入れて混ぜ合わせます。最後にお弁当に入れて出来上がり。その2、ちくわのさっぱりあえ。まずちくわは斜めに切ります。きゅうりは斜めに薄切りします。次にボウルにちくわ、きゅうり、ツナ、青じそドレッシング、白ごまを入れて混ぜ合わせます。最後にお弁当に入れて出来上がり。みんなも作ってみてね。また来週。